皆さん休日は何しましたか？おはようございます。アミはねめっちゃね充実した土日でしたよ。おはようございます。おはみおはみおはよう。今日は休みを乗りましたって。あ、なるほどですね。おはよう。ゆっくりしてください皆さん。なんか2月はさ、なんかさ、なんやっけ、3連休っていうか祝日が多いですよね。何月が多いやろ、一番祝日って。なんか何月やろな、なんか多分アミ的には4月とか5月が多い気がしてます。勝手に分からへんけども。昨日ルーム最新もありがとう。ありがとう。あのね、アーカイブまだ残してないよ。やばい、もうずっとダウンロードしてんねんけどな。でも多分これ配信終わったら結構すぐ学校行くので、でも今日公演やから、そうですね、あげれるかもしれないので待っててください。今日の公演外れたけど今日待ちに行くやつは、ありがとう、待ってますね。ありがとうございます。気をつけてください。気をつけて来てくださいね皆さん。今日来てくださる方は、今日は婚育からで、ありがとう、待ってますね、待ってます。待ってます。6月だけ祝日ないよね。え、そうなん。じゃあ6月はちょっとしんどいですね。頑張りましょう。まだまだね。でも6月はでもなんかね、アミ6月は夏休みがもうすぐと思ったら頑張れるかもしれない。あとなんか6月は季節がむっちゃ好きなんですよね。なんかさ、冬ってさ寒いから外出たくないやん、イコールなんか学校に行きたくないっていうか、もその行き帰りが嫌なんですよ。学校に着いたらまあ楽しいやんけど、まあ寒いけどな、寒いけど楽しいんよ。だからやめますね。まあ行ってるけど、行ってるけど行きたくなくなる、なんかベッドから出たくなくなるんですよね。あ、6月梅雨か、それは嫌やな。雨も嫌やわ。雨降るなら帰り道だけでいいんですよ。帰り道はもう別にさ、どんだけバーってなっても大丈夫だけどさ、なんか行き道から濡れんのは嫌なんですよ。あみ、おはよう。昨日前玲子さんの卒業公演行ってきましたって。なあ、ほんまなんかね、先輩方がどんどん辞めてってめっちゃ寂しいです。あみは初めて、バチバチ NME 出た時にね、一緒に出させてもらったんですよ。だからね、なんかめっちゃ寂しいです。どん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 寂しいですね。おはよう。チカッパまだ買ってなかった、3月17ですよねって。多分3月17かな、はい、だと思います。すいません、戻ってきました。すいませんでした。ちょっと待って、一回ギフト読みますね。じゃあ、待って、ギフトやばい。あ、いけるか。コニタン、継続は力なりさん、コソモライトさん、日高浩二さん、イエヤンさん、高秀さん、コソモライトさん、まふみさん、リンゴちゃん、日高浩二さん、コソモライトさん、鉄メガネさん、まさやかさん、コジーさん、かよちゃん、きっぺいさん、マボさん、ハスキーさん、ヨシさん、コジーさん、トモタンさん、ハナさん、まさやかさん、ナチュラルさん、チャンシモさん、フータン、リカちゃん、ナチュラルさん、まさやかさん、コソモライトさん、カニさん、まんじゅうろうさん、DJ さん、鉄メガネさん、チャンシモさん、ビロビロさん、SIC さん、リンゴちゃん、コソモライトさん、アンナちゃん、ありがとう、ギフト。皆さんありがとうございます。
はようございます。おはようございます。バチバチ、もう懐かしいね。顔面ラブが印象強すぎる。ほんまにな、もうあれはちょっとあのマジでやりたくない。あのね、ちょっとほんまに破れへんねん、思ってるよりも。ラップって改めて硬いんだなーって思いましたよ、マジで。ほんまにな、ちょっとあれはね、罰ということで。普段おはよう、おはよう、おはようございます。あ、今日はねこれ終わったら 朝にイチゴを食べるんですけど、楽しみですね。なんかな、イチゴって何やろ、朝に食べるとさいいですよね、なんか気分が。おはよう、仕事行ってきます、頑張ってね、いってらっしゃい。席が出そうで出なかったのでちょっとやめました。なんかないですか、そういう時。なんかさ、しゃっくりが出そうで出へんみたいな、そんな感じですね。席が出そうで出ない。うん、晴れ女だから雨降らないのでは。あ、そうでしたね。おはようございます。おはようございます。200日配信までもうすぐだね。うん、ほんまに。あと何日、な、水曜日が出てたから今198かな、今日で。多分そうですね。今日公園行きます、めっちゃ楽しみで。ありがとう。あ、皆さん濃いピンクと白色のメンライト振ってくださいね、よろしくお願いします。なみさん、おはよう。と、おはよう。おはようございます。おはようございます。いちごいな、なんかさ、あみな、お弁当になフルーツが入ってるとめっちゃ嬉しいんですよ、わかりますか、なんか嬉しいですよね。いちごそのままで食べるの例によって、初めの方はいちごやけど、なんかさ、たまに箱なんていうの、そのこれぐらいのさ箱あるやん、一袋、それじゃなくて、なんかそれが3個ぐらい来るときあるやん。なんかふるさと納税とかやったときにめっちゃ来るんですよ、おうちに。それが来たときは、あの、飽きてくるから途中で、まあいちごめっちゃ美味しいんですけどね、最初はねバク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 されて食べるけど、途中から練乳かけたりしてますね。でもね、今年は全然なんかあんまりイチゴ食べてない気がする。ついにアミダンランドに入園してしまいました。ありがとう。あの、見ました。でね、あのなんかね、最新のバレンタイン撮った後に気づいたので、ちょっと今日撮ります。今日は公演よろしくね、よろしくお願いします、よろしくね。2日前ぐらいのお団子ボーダーニットが合いすぎてて、ありがとう。なんかね、あの日は何が原因か分からんけど、めっちゃね大人っぽく見えるんですよ。わかる、缶詰のみかんもめっちゃ好きで入れてもらってたんで、なんかさ、普通のみかんも美味しいけどさ、缶詰のみかんって謎に美味しいですよね。いちごは今食べないと、いや、ほんまにそうやで。だからちょっと食べたいと思います、ちゃんと。高秀さん、ポンポンファンタジスタさん、まゆさん、ひろゆきさん、りょうじさん、あっすーさん、りかちゃん、まぼさん、てつめかねさん、ナチュラルさん、コスモライトさん、てっちゃん、りょうじさん、ひろびろさん、ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ゴーリン、ケート旅で美味しそうなものいっぱい食べてたね。あみちゃんも出てほしい。あみも出たいです。なんかね、グータンがもう幸せ空間当たっててました。あみも出たいな。楽しそうですよね。おはようございます。おはよう。
なんかさ、なんかな、昨日その遊びに行ってたんですけど、家帰ってきてからね、なんか宿題をしようと思ったんですよ。で宿題したんですけどね、アミがね、欲しいなと思ってたペンをママがくれました。それはなんかね、なんかね、何やったかでもらったやつらしいですね。おはよう。あ、ちゃんしもさん、くま、くま、ありがとう、ありがとうございます。おはよう。ケーキ作る時にも絶対に缶詰のみかん入れるもん、あのシロップスポンジになって、わかる、美味しいですよね。こないだいちごにバニラアイスが詰められたのを食べたらめっちゃ美味しかったです。すごっ、すごっ、なんかありますよね、でもなんかあるよな、なんか TikTok でな、こうやっていちごを持てて、なんかまずこういうウィーンってなるやつで削るんですよ、いちごで中になんかあの牛乳とかそういうの入れてってる人がおった。おはよう。今日の配信、今日の公演配信で見るなんてありがとう、ありがとうございます。配信の方も、配信の方にも伝わるぐらい大きく踊ってくるので見ててください、アミのことを。おはようございます、おはようございます。なんかね、あのね、研究生公演はカメラが今どこでついてるのかが分かんないんですよ。先輩の公演に出たらカメラが今ついてるよってところが赤い、何、テント テントなんていうん、分からんけど、赤い明かり光が 赤く光ってるんですよ。だけどね、研究生公演はどこを映してるのか分かんないので、カメラと目合わせるのはめっちゃ難しいですよ。そう、めっちゃむずいですよ。だから皆さんも、あの、難しいからね、めっちゃ、だからね、目あったら逆にすごいって感じ。うん、おはようございます。普通はランプつくんで、そうだから、ライブの時もついてるんですよ。あの、だからな、ライブの時な、あのさ、ペンライトっていっぱいいろんな色があるじゃないですか。でカメラの近くに赤いペンライトがね、いだとするやん。そしたらな、あれ、どれがカメラやって一緒になるんですよ。今日は行きやんけど、次の公演には行けたらいいなって待ってます。やばい、待ってますね。夜の公演行くようだって、ありがとう。タリーっていうランプ、あ、タリーって言うんですね。ランプのとこ隠されてるんかなって、なんかそう、なんかね、いつも見られる意識のため、そうなんですよ。だから、いつ見られてもいいようにしといてね、みたいな感じなんだと思うんですけど、だからないんですよね。あ、コスモライトさん、クマ、ありがとう。ありがとうございます。カメラのところにランプあるんじゃないの？だから研究成功はないんですよ。そう。でもあのね、先輩のまたぎした時は、アンダーシュタインした時は光ってたんですよね。だから難しい、結構難しい。でもなんかね、なんとなくわかるんですよね。なんかそのパッてパッパッていくんですね。それがね、なんとなくわかる。あ、ではそろそろ終わりたいと思いますね。今日の1位はちゃんしもさん、何かけますか。はい、ステージの端っこで、端っこのカメラでみんなアピールしてね。そうなんよ。なんかな、ソフトクリームとかとりあえずカメラ見とく。そしたらなんか映る。なんか今日はむっちゃ首が出る。なんでですかね。さあ、何を描きますか。
何を書きますか？はい。はい、アバターでお願いしますって。あ、馬ね、ありがとうございます。書けるかな。いける？いける？びっくりした。蓋が取れた。あ、でも可愛い。じゃ可愛いですよ。なんやろ。なんかな、馬じゃないんですよね。まあいいか。なんか、なんやろ、なんか馬ではないんですよ。狼と羊のハーフみたいになってる。馬って言われたら馬にも見えなくはないですかね。馬じゃないこともないですよね。でも、はい、それではピース。はい、馬馬ありがとうございます。ありがとう。ちょっとちいかわが落ちてきました。波の肘が当たって。それでは壇上を読みたいと思います。言われたらってのは分かる。確かに分かりますよね。いきます。13位 FFF さん、ありがとうございます。12位りょうじさん、ありがとうございます。11位まぼさん、ありがとうございます。10位まさやかさん、ありがとうございます。9位ピロピロさん、ありがとうございます。8位てつむかねさん、ありがとうございます。7位りんごちゃん、ありがとうございます。6位てっちゃん、ありがとうございます。5位日高浩二さん、ありがとうございます。4位ひろゆきさん、ありがとうございます。3位ポンポンファンタジスタさん、ありがとうございます。2位コスモライトさん、ありがとうございます。1位はじゃ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 ん、ちゃんしもさんでした。ありがとうございました。皆さん、あのね、また月曜日が始まっちゃったんですけれども、今日の夕方は最高大前夜公演があるということで、あの月曜日は疲れると思うので、ハミが元気満タンにします。なので見てください。そして濃いピンクと白色のペンライトを振ってください。お願いします。ということで終わりたいと思います。せーの、ちゃんしもさん、ありがとうございました。じゃあまた明日。あ、でも待って、今日の夕方もしかしたら、あのね、メイクの順番とかでできれば、公演前も配信しようかなと思うので待ってください。じゃあ終わりたいと思います。今日も一日頑張ってね。今日も頑張っていきたいと思います。じゃあね、バイバイ、またね。